ったら大人のパンダ、メスのパンダで大体100キロくらい、でオスですと120キロくらいまで大きくなります。お母さんパンダのラオキンはちょっと食いしん坊ですので、日本の中では一番大きく生まれたんですが、まあ、競争相手もおりませんので、主人のペースでのんびりと成長していっております。まあ、ちょっと小さいですが、他のパンダと同じような成長のグラフが載っておりますので、では順調に成長していっております。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にもう一つ質問ありましたらお伺いいたします。お手を挙げてお知らせください。はい、じゃこちらのお父さんにお伺いします。はい、15番、はい、お願いします。かわいい。はい、質問をいただきました。のユイキンの体重は21キロです。どのより重たいです。大人になりましたら大人のパンダ、メスのパンダで大体100キロくらい、でオスですと120キロくらいまで大きくなります。お母さんパンダのラオキンはちょっと食いしん坊ですので、現在110キロくらいあるんですが、まだとても成長が早い動物ですので、1歳の誕生日を迎える頃には大体30キロくらい、で2歳になると60キロ、で3歳で90キロと、どんどんと大きくなっていきます。まあ、とても成長が早い動物ですので、ぜひユイキンの成長を温かく楽しみにご覧ください。ありがとうございます。はい、それでは短い時間でしたら、こちらをもちましてユイキンのレクチャータイムを終了いたします。この後ユイキンは屋内の運動場の方へと移動を行います。屋内の運動場でお母さんパンダラオキンと一緒に過ごす時間となります。ぜひ皆様親子で楽しく遊ぶ様子もご覧ください。それではこちらをもちましてユイキンのレクチャータイム終了いたします。大きな体になりまして、元気いっぱい動き回りますので、現在の方が大変なことになっております。今少し手を焼いている姿がご覧いただけるかと思います。大きな映像上大変ご利用なしでお客様のご紹介を